こんにちは、デリッシュキッチンです。レンチン鶏バーグを作ります。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。耐熱容器に入れ、600ワットのレンジで30秒加熱して粗熱を取ります。人参3分の1本は6等分の輪切りにしましょう。しめじ1パックは根元を切り落とし、4分の1量ずつに割いておきます。ケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ2、砂糖小さじ2分の1、水大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。ボウルにパン粉大さじ3を入れ、牛乳大さじ3を加え、湿らせます。鶏ひき肉 200g を加え、塩小さじ4分の1、胡椒少々、玉ねぎを加え、粘りが出るまで混ぜて半分に分けます。形を整え、耐熱皿に置きましょう。ソースをかけ、有塩バター 10g を乗せ、空いているところに人参としめじを置き、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱します。取り出し、肉を裏返し、ふんわりとラップをし、再び3分加熱して完成です。ささっと簡単にできる一品です。